やってみた。いろいろと新しいことにチャレンジしてみたり、はい、勉強してみたりというコーナーなんですが、はい、なんと今回は、うん、講師の先生にお越しいただいております。なるほど、いいですね、はい、教えてもらいたいな、ね、じゃあ早速その講師の先生をお呼びいたしましょう、はい、先生お願いします、はい、山登ろ山登ろ山に登れば元気が出るぞ、ハンバーグ食べたら歯が欠けた、山登ろ山登ろ、はい、ということで山に登れば元気が出るぞ、講師の牧野捨ててこです。よろしくお願いします。教えてください。お願いします。私山登るのがすごく好きなんですよ、うん、はい、聞いてるよ、すごいバッチリ山ガールみたいな格好で、山ガール、ね、確かにね、はい、似合いますね、はい、感じの方がモテると思いませんか、なんかね、本当ですか、マジでこれ山すぎませんか、いやいや逆にモテると思うよ、マジでは、マジでは、ね、ちょっと恥ずかしいですよねうん、ちょっと丘とか行けばいいのか、うん、そうですね、ちょっとアウトドア的なところだったらいいとは思うんですけど、なんか公園とかね、ちょっと広めの公園とか、ね、うん、あ、公園はいいかも、うん、いいね、そうですけど、そうなんです、はい、今日はなんか、うん、皆さんが山にあんまり登ったことがないっていうことをお聞きして、はい、あの山登りの楽しさ、うん、良さを、そうなんだ、はい、さっき九条さんに聞いたらね、うん、あのね、飯盒炊飯は、なんか戦争体験としてやってるとか、はい、そういう感じなんだって。なわけないよね。いや、あの、そういうみんなで火をつけてみたいなのをした記憶がなくて、はいはい、で、まあ、お父さんが一回張り切って全部頑張ってキャンプ行ったかなぐらい、はいはい、本当小学生とかの記憶ぐらいしかない。今わかりました。はい。何？皆さん、キャンプと登山をごっちゃにしてます。はい、そうです。全然分かってない。本当ですか？いやいや本当にもう、はい、まあでも登山行って飯盒炊飯もやったりとか、そういう民間学校とかあったりとかはしてる。はいはい、うん、そうですね。うん、キャンプって、うん、結構車で行ったり、まあもちろん電車とかでも行くんですけど、うん、ね、うん、あとキャンプ場に行くよね。そうです。キャンプ場に。この人キャンプ芸人だ。キャンプはやってますから、はい、キャンプ場に行って。行きますよね。2泊3泊とか。そう、はい、しますよ、ね。します。だから結構あの、うん、どれだけキャンプ場で快適に過ごすかっていうことで、うん、結構道具も結構重かったり、テントのね、テント持ってったり、重かったり、うん、そうそういうことなんですけど、うん、登山は、うん、まず、山に登るがメインなので、うん、荷物はなるべく軽量化、そうです、まあ、そうですね、軽くする、はい、それはそうです、はいはい、当然ですよね、そうです、その中でご飯作る道具もなるべくあんまり重くないコンパクトなものを持ってったり、うん、っていう感じなんですよ、うん、じゃあ別物なんですね、ちょっと別物なんです、別ですね、あ、そうなの、完全に別ですね、俺はその中学校時代のね、林間学校はだから山も登って上でキャンプするっていう、はいはい、でかわいそうにその豆腐屋の息子さんがいたんだ、はい、ですき焼きをみんなでやるって言ったんで、はい、一人だけ豆腐を山のように担がされてめちゃくちゃかわいい、それはだからあれですよね、ハイキングとかそういう感じになる、そうですね、いや結構きつい山なんだよそれが、それは登山なんですけど、登山多分その林海学校ができるっていうことはもうそこの上に施設が、まあまあそう、多分そうなんだってことですね、あ、うん、そうか、はい、泊まる場所があるからね、はい、自分たちが持っていくものっていうのはそんなにないですよね、だからまたちょっと違うのかもしれない、あ、まあ、そいつだけ一人だけ豆腐を、はい、あの自衛隊のこのもうすぐマニアックな話やですよそれ、豆腐屋っていうなかなかないじゃん、持ってこさせる大変なんだ、なんか水学校もおかしいですよね、おかしいよね、豆腐屋の子供だけかわいそうだよね、あれだって重いじゃないですか、めちゃだって水も入ってるんだよその豆腐で、いやいや、その子だって苦行ですよ、苦行だよね、はい、だから基本的には、うん、やっぱり軽く、はい、軽くするっていう、でもその小屋泊っていうのが登山にもあって、あの登って小屋があるんです、山小屋が、うんうんうん、そこに泊まるっていうのと、うん、多分林間学校は似てるんじゃないかな、一緒なのかなって、そうするとご飯の準備、ね、ご飯もそこで食べさせてもらえるし、寝泊まりもできるし、うん、はい、いうことなのかなと思います、うん、はい、はい、その牧野さんがまず、はい、その登山にハマった理由というか、うん、一番最初は何きっかけ、もともとは全く興味がなくて、うん、高校時代富山県黒部市
黒部だもんね。高校が魚津高校ってとこだったんですけど、あ、そうなんだ、山岳部あったんですよ。へえ、山岳部あったんですけど、山岳部に入っているのが約2名、うんうん、で少ないな、はい、あのよくあんなつまんなそうな部活入るなって思ってたんです。全く興味がない。確かに確かにそうだよね、はい、高校時代だったのね、はい、バレーボールとかバスケとか、うん、いっぱいあんのに、うん、山岳部なんて思ってた、ピンとこないよね、ピンとこなかったです、うん、でも大人、東京来て大人になって、うん、28、9の時に友達に、うん、あの高尾山に登ろうって言われて、うん、誘われて行ったらめちゃくちゃ楽しかったです。気分爽快。いや、わかる。はい。本当その気持ち上がる。やっぱ自然の中にね、はい、いるってのは素晴らしいよね。空気も美味しいしね。はい。キャンプ場行ったら本当まさにそれですよ。そうなんです。普段のね、嫌、はい、なストレスがね、吹っ飛ぶからね、はい、全部なくなりますから。空気がうめえ。そう、本当それだけでも感動するよね。そうなんです。空気の美味しさに。はい、だって、車でキャンプ場行ってるからね。いやいやいや、この山の中で過ごすって。いかにも、いかにも、いかにも登ったみたいな。いやもうね、例えば焚き火の火を見るだけでも涙ぐむんですよ、はい、これが。いや、もう、和むんですよ。はい、すごく。でもちょっと今、うん、寺田さんに騙されそうになりました。うん、いやだって寺田さんは登ってないですもん。まあまあまあ、それは、まあ、私はね、どっちかというと川で泳泳ぐ方ですから、すいません、だから自然っていうことでちょっと一緒のところは一緒、自然が分かる。登山はの登ったっていう達成感もあるし、うん、体を動かしてるからお腹が空いて余計にご飯が美味しいんですよ。分かる分かる、それはそうだよね。そうなんです。あと景色だよね、景色、頂上行った時のあの景色を見るのはいいよね、はい、そうなんです。あ、もう分かってらっしゃるじゃないですか。いやいやいや、俺も憧れはありますよ。あ、本当ですか。すごいありますよ。ちなみに皆さん、高尾山にはさすがに登ったことありますよね。いや、俺とないな。いや、僕が小学校、あ、中学校の時あります。え、そんな学校で行きました。そんな昔ですか。昔って言うなよ。年取ってるみたいだよ、昔って言い方。なんで、青春時代だよ。50年ぐらい前だよ。そうですよね。50年ぐらい前だよ、小学校の時。九条さんは行かれたことありますか。友達が高尾山のおまんじゅう屋さんをやってて、はい、なんですけど、すごいな、登れなくていい。ケーブルとかあるんでしょ。ケーブルとかありますよ。だからあれは楽しようと思えばいくらでも楽できるよね、高尾山だけは。はい、できるんですよ。行ったことないんです、はい、なんで行かないんだよ、友達がいるのに。絶対行ったい。そう、高尾山に行って楽しかったって思う人は、うん、多分登山にはまる、可能性が高い。入り口なんだ、はい、もっと違う山登ってみたいとかあるんです、はい、なのでぜひ皆さんにとりあえず一回登山に行ってもらいたいので、登山にこれだけは必要だっていうのを一回、うん、そうそう、はい、教えてください、はいはいはい、何を持ってったらいいか、そうそうそう、何が必要。なんかいきなり全部いろんなもの揃えるのってお金かかるし、うんうん、今後使わなくなったらもったいないじゃないですか。もったいない、本当ですよ、はい、だからまず登山で、まずこれだけは必要。はいはい、はい、いいね。1個目、とりあえず登山靴。おー、やっぱ登山靴必要。はい、まあ高尾山、正直、うん、高尾山とか後で紹介する緩い山は、うん、登山靴がなくても登れるんです、うんうん、スニーカーとかであれば、はいはいはい、でもやっぱり登山靴があることによって、うん、滑りにくかったり転びにくかったり、はいはいはい、やっぱ木の根っことかいろんなものありますんで、このハイ、ハイ、ミドルとかハイ、ここまでミドル、ハイまであると足首固定されるんで怪我の予防にもなるんですよ。なるほど、はい、俺も中学校登った時なんか八ヶ岳かなんか登ったんだけど、はい、その時はやっぱここが登山靴だった。やっぱそうですよね、登山靴じゃなきゃダメじゃないですか、登山の経験で。なおかつなんか登山靴ってね、はい、真ん中あたりになんか金具みたいなのががっつり、それはアイゼンじゃないですかね。アイゼンって言って、うん、この靴にも装着できたりするんですけど、うん、雪山だったり、地面が凍ってる時にこういうガッていうガッていけるように、いけるような、あれをつけたりもするんです、はい、じゃあ待ってください、総裁めちゃくちゃすごい山登ってんじゃないですか。かもしれない。でもね、
どこの山って言いました今。八ヶ岳って有名じゃないですか。八ヶ岳はみんなの憧れの山です。憧れの山結構高いよね。はい、高いです、高いです。いやもうでもね、天気が荒れてて、はい、何にも見えなかったんだよ。ものすごい風で、はい、そうなんです、そうなんですよ。すごいよな、の山の天気って、はい、2000以上、いやまあどこの低い山でもそうなんですけど、本当富士山とか、あみんな行きたい行きたいって言うじゃないですか、うんうんうん、もちろん日本の一番高い有名な山ですし、うんうん、あの生きてる間に1回は登った方が、うんうん、行きたい、まあそうだね、行きたい行きたい、はい、やっぱりね、いいと思うんですけど、めちゃくちゃ頂上寒くて風強くって、うん、速攻降りたくなるんですよ、はい、そうでしょ、本当にそうですよね、本当そうだね、そうだよ、あそこであのご飯食べよう、あのちょっとゆっくりしようなんて写真が撮れないぐらいすごいんだよ、はい、本当にだから登ったやった、あ雲海とかあの日の出見れたら本当ラッキー、うん、もうそんなの見れなかった、もう全く見れなかった、いや本当見えない時は天気が悪かったりするから全く見えないんで、もう本当に登った降りたっていう感じの山、うん、高い山は結構そういうのがあるのもあります、うん、はい、でも私が登ってるのは結構ゆる山って言われる感じの日帰りできるような山で、だから頂上でゆっくりご飯食べたり、はい、天気悪い日は無理して行かないですし、はい、まずはそこから、ね、そこからね、そこが一番大事なとこだよね、はい、お願いしたいなっていうのなんですよ、で登山靴と、あと、必要なのはやっぱりリュック、リュックやっぱ手下げとかだと両手が塞がっちゃいますんで、とりあえずリュックね、服装は家にあるなんとなくスポーツできるような格好であれば、はいはい、まずは全然いいです、はい、ジャージ系とかでも大丈夫、ジャージ系で全然大丈夫です、夫、はいはいはい、それで登ってみて、うん、楽しかったら徐々に増やしていくっていうのがいいと思います、はい、で他には、はい、もしできればこれ、やっぱさっきも調査言われたように、いやこれはもう必須だったよ、はい、そうなんです、そうなんです、やっぱり雨がっぱは必須だった、はい、山の天気変わりやすいんで、レインウェアは、まあ、使わない可能性も全然あるんですけど、とりあえずリュックには入れとく、入れとくと、ね、はい、寒い時は防寒にもなりますので、はい、そうだね、これは入れとく、絶対傘は無理だから、それぐらいすごいから、そうですよね、確かに邪魔ですもんね、邪魔です、折りたたみ方とか全然ダメだから、はい、ダメだからね、やってほしいです、はい、はい、で、はい、そっか、あとは本当はなんかいろいろあるんですけど、靴下とか、あとウェアだったり、あとタイツなんかも、サポートタイツっていうのがあって、あ、はいはい、筋肉をサポートしてくれる、だから筋肉痛になりにくかったり、なんか疲れにくかったりするのもあるのがあるんで、はい、よかったらこういうのもどんどん買ってみればいいかな、はいはいはい、あと最近はやっぱスマートフォン、アプリ、ヤマップとかヤマレコとかって聞いたことないですよ、いや全くないです、初めて聞いた、ヤマップ、ヤマップ、はい、これは電波がなくても、全部自分がどのコースを行ってるかが分かるんですよ、へえ、今もうそういうの、今そういう時代なんだ、 Google マップみたいな感じなの、ナビしてくれんだ、はい、でもし自分が山道を外れてしまったら、うん、道から外れました、戻ってください、戻ってください、言ってくれんだ、獣道みたいなところも、戻ってくださいって、うん、最初にコースを設定しておくと戻ってください、戻ってくださいってずっと言うんです、はい、いいっすね、だからそんなしないだな、だからやっぱ一人だとこの道合ってるのかな、どうなんだろうっていう、いやこれすごい不安になるよね、ちょっと不安になる時あるじゃないですか、そういう時はこういうアプリを利用して先にコースを入れとくとすごく安心して登れる、はい、わかりました、わかりました、はい、これはめちゃくちゃいいです、うんうん、はい、あとインナーとかもすごい大事で、大事だね、ヒートテックとかってあったかいですけど、
汗が乾きにくかったり、そうなんです、はい、帰って汗でその後がめちゃくちゃ寒くて汗冷えしちゃうんですよ。めちゃくちゃ寒くて着替えた。そっか、なんか男の人なんかは結構頂上まで汗だくで登っちゃったらもう全部裸になって着替えて、うん、乾いたのにもう着替えちゃったりするんですけど。あ、そうしたそうですよね、うん、なんか女子はさすがに着替えられないんで、うん、こういう専用の、うん、今だったらメリノウールとかそういう生地だと汗をかいても速乾性に優れてたり消臭もしてくれたりで、結構すぐ乾いたりするもの、はい、そういうのを揃えていくとより快適に山に登れるような、登れるな、はい、なるほど、まあ、だから快適じゃなかったら何でもまあ普通にいつもの格好でも登れるんですけど、より快適にするにはっていう感じだと思います。はい、そうですね。あとはやっぱりまあ普通に鼻水出たりとかティッシュ、あとゴミは絶対捨てちゃダメだからゴミ袋、まあ持ち帰りだよね、いつもね、はい、持ち帰り、はい、はい、あとは小腹減った時の行動食、うん、すぐパッと食べれる、うん、はい、私とかはせっかく運動してるからなんかプロテインみたいな、タンパク質取れたら筋肉もにもなるじゃないですか。おお、ラッキーって言ってタンパク質入ってるようなお菓子とかを持っていくんですけど、ううカロリーメイトとかそういうわけじゃないですね。はい、カロリーメイトとかでも全然もちろんいいんですけど、好きな、はいはい、好きなお菓子でいいんですけど、はい、こういうなんかプロテインみたいな、あプロテインバー、そういうのあるんですか。あります、あります。はい、こういうの食べると美味しいし、筋肉もつくの、筋肉にもなるっていうので、はい、あと今、マイバスケットが一番安いですね。はい、マイバスケットがタンパク質 15g 入りで100円、他のコンビニとか、ドラッグストアだと大体これ150円しちゃうんですよ。あ、そんな違うんだ、はい、マイバスケットが、マイバスケットがいいんだね。マイバスケットがいい、一番マイバスケットが安いです。はいはい、はい、それ捨て猫さんの住んでる雰囲気の周りだけじゃなくてそうですね、ごめんなさい、今断言してますけど、もっと他にも安いスーパーとかもしかしたらあるかもしれません。まあ、はい、チョコレートとかそういうよりはそういう方がいい、ね、あ、でもこれは全然私の好みなんで、全然チョコレートとかもおかきとか、うん、何でもいいです、うん、でも、気軽に食べれるお菓子はちょっと持ってっといた方がいいです、うん、あ、やっぱ飴とかポンって動きながらでも食べれるようなものを持って、そそ、ね、本当にエネルギー不足になると全然動けなくなっちゃうんで、うん、そうだよ、あと朝ごはんを食べていかない、うん、それも良くないんですよ、ね、朝登山って結構朝早いから、うん、朝ごはん食べないで登り始めるっていうのも良くなくて、うん、まずエネルギーを大体登る1、2時間前にはもう1回入れてか、はい、登り始めるっていう、はい、のが大事なんですね。あとは普通にやっぱ水、ペットボトルの水でいいですか、はいはい、あとあったらいいなって、この前水筒とかですか。あ、水筒もいいですし、うん、私が結構好きなのはこの自転車用のボトルで、うん、シューって、うん、で飲める、飲める、片手で飲めちゃうっていうのを結構愛用してます。 あとは防災にも役立つんですけど、はい、こういう水を入れるこういう携帯の、あ、今あるよね、こういうのね、100円ショップとかでも売ってるんですけど、そういうのも夏だと結構水いっぱい飲むんで、これに持ってってここに移し替えたりして、持ってったりします、うん、はい、そういう方がいいんだね、やっぱりね。いいですね、ペットボトルも全然いいんですけど、うん、後でゴミになって持ち帰らなきゃいけないじゃないですか、それがちょっとかさばったりして面倒くさいなっていうので、あ、なるほどね、こういうのを持ってったりします、うん、はい、はい、あとはこの前私魔法使い太郎ちゃんっていう100キロ超え の、うん、芸人さんと山に登ったら、やっぱ体重が重くて、うん、めちゃくちゃ疲れてたんです、うん、あ、そりゃそうだよ。だからそういう寺田さんもちょっとやっぱ太り気味っていう差別それ何その時すごく役立ったのがやっぱこのポールこのこういう感じで本当にあるとめちゃくちゃいいと思う。下りも足にガーってすぐ負担かかっちゃう、一回
ポールでこう体重を支えながらこう行くと、はい、膝も痛めにくかったり、それであってもいいなっていう。確かに、はい、それは必要かもしれないですね。下りの方がね、足腰にもうね、疲れも溜まってるし。そうなんです、そうなんです。辛いよね、はい、怪我しやすい、調子に乗ってると、うん、はい。あとヘッドライトも、うん、私は常にリュックに入ってるんです。そうなんだ、はい、なぜかっていうと、基本ももちろん、はい、山って夜になったら真っ暗なんで何にも見えない、はい、日のあるうちに下山するんですけど、昔一回結構コースタイムが長い山に行ったら、うん、休憩ゆっくりしちゃったのか日暮れになっちゃって、日落ちが早いよね、山はね。なるほど。4時ぐらいだともう真っ暗になったりとかするよね。びっくりしてるんです。怖い、はい、これどう、3人で女の子で行ってたら、あれどうしようって言ってたら、うん、前にライトを持った親子連れがいて、うん、じゃあ僕たちと一緒に帰りましょうって言って、うんうん、やっと帰れたんです。命拾いしたんです。だからそれからは必ず絶対に、まあ、夕方までには帰れるって分かってるんですけど、念のため、念のために、何があるか分かんないもんね。ヘッドライトは絶対に持っていく。だって俺その山の八ヶ岳多分登った時なんだけど、はい、ノームでもう見えないんだよ、はい、全く、うんうん、だからライトでお互い確かめ合うみたいな。多分今の時代だったらその悪天候だと今日はやめときましょうってなるレベルじゃないですかね。ああかもしれない。でも帰りだったから、うん、あ帰り、あそっか、じゃあもう帰らない、もう一回もう登ってるから、ね、途中で天候ね、わかんないね。でもすごいですねそれ、うん、それは、ね、めちゃくちゃ危ないと思います。そうだからね、めちゃくちゃ危ないと思います。見えないから、何も見えなかったよ本当にすごいです。私あんまりそこまでの時は登らないです、ね、登らないよね、はいはい、ちなみにお金って最後書いてあるんですけど、はい、山ってお金取られるんですか。あ、登る時はお金いらないです。いらないですか。どこの山も大丈夫、はい、無料なんですか。はい、私はお金かかったのは、はい、ないです。なんか入山料みたいな、ね、うん、富士山ぐらいは取られるんですかね。確かに入山料は富士山ありますね、はい、あでももしかしたらすごいアルプスとかもっともっと高い山は、高い山の時だけもしかしたらあるかもしれないです。はい、私は結構低山しか登ってないから、その入山料はあんまり分かってないのかもしれないです。あ、そういう低い山だったらその取られることはない、はい、ないです、はい、でもお金、やっぱりご飯食べたり、バス乗ったり、あとトイレ使わせてもらってありがとうで100円とか入れることが結構あるんで、今カードと電子決済ありますけど使えないことも多々あるんで、やっぱ現金があった方がいい、現金があった方がいいです、はい、分かりました。